こんにちは、新州読書会の宮沢です。今日もですね、明治維新の、続きのお話をしていきます。作品に告知なんですけども、メルマガ登録を募集してますので、動画の下の説明欄からですねリンクがありますので、そちらからご登録をよろしければお願いします。チャンネル登録やグッドボタンもご協力お願いします。あとプレミアチャンネルやっております。月額9800円になります。フランス革命の音声など、公開しない音声が入ってますんで、まあもしよろしければご登録ください。まあ限定音声などがみんなアップされてます。よろしければお願いします。テキストは日本の歴史中高文庫版19巻開国登場記です。続きを読んでいきます。押し付けられた和親条約、嘉永6年1853年、ペリー艦隊が浦賀沖に来て間もなくのことである。右に掲げたような奇妙な漢詩が一枚の紙にすられて人々に売られた。示された独法に従って書き直してみると次のようである。異国船同国より尽きて自国返じて乱国となる。諸国驚き異国強し、自国憂え和国騒ぐ。荒船来たりて通船なく、漁船休止便船やむ。家中の働き、諸中の苦しみ、野中の悩み、日中の勤め。ペリー艦隊来航当時の様子を実にうまく伝えているが、普通よく知られている風習は次の教科である。太平の眠りを覚ます蒸気船、たった支配で夜も眠れず。蒸気船というのは上質の茶の銘柄で、これを飲むと興奮してよく眠れない。もちろん蒸気船にかけているわけである。まことにペリー艦隊の来航は自国を乱国にとしたとも言える。たった4隻のアメリカ軍艦の来航が日本を大きく揺さぶった。幕末の動乱は本格的にここから始まった。したがって明治維新史の始まりをこのペリー艦隊の来航とする学者も少なくない。嘉永6年6月3日、1853年7月8日、江戸湾入り口に姿を現したペリー一行の4隻のアメリカ軍艦というのは、サスクエハナ、ミシシッピ、プリマス、サラトガであった。東インド艦隊司令長官であったペリーの命により、4隻の軍艦は大砲を相談し、将兵及び各員はそれぞれの部署について一応戦闘準備の体制を整え、同日午後5時頃には浦賀沖に錨を下ろした。機関サスクエハナは約3500トン、ミシシッピは1700トンで、黒船黒煙を上げる巨大な蒸気軍艦であり、プリマスとサラトが補船ではあったが、日本船などとは違って相当な装備を持った有力な軍艦であった。いずれも黒く塗装されており、砲門は陸地に向けられ、いつ火を吐くかもしれない不気味さがあった。浦賀奉行与力中島三郎助が雷を問うために機関サスクエハナに赴いたが、ペリーは奉行以外は乗艦させないと拒絶した。中島は浦賀副知事と自称し、この官職に相当する乗組士官に会見することを要求した。やっと通事と2人の乗艦が許可され、副官コンティ大尉と面会してライを訪ね、さらに日本の法としては長崎に開港するように述べたが、一向に聞き入れる様子もなかった。急報は江戸に飛んだ。警護のため諸藩の応援兵が東海道に急ぎ足で浦賀方面へ向かっていった。浦賀奉行の戸田伊豆の神宇治秀の幕府への報告書などはよくペリー艦隊の様子を伝えている。ここから浦賀奉行戸田宇治秀の報告書です。アメリカ軍艦2隻は鉄張りの蒸気船で、大砲は3、40門と12門、2隻は大砲20門余りで、身体は自由自在で、炉や貝を用いず迅速に出没する、全く水上自由に動く城である。船中の形勢を見ると、厳重な警戒をしており、もしここで国書を受け取れねば、直ちに江戸表まで乗り込むといい。もしその際、江戸でも浦賀でも受け取らぬとならば、使命を果たせぬところからその恥を注ぐことになろう。その際、浦賀から使者が来ても降参の白旗は立ててこない以上、相手にはしないとまで言い切り、将兵たちの顔にははっきり殺気がみなぎっている。ここまで引用です。
ペリーはここで大統領の国書を受領させようと強硬な決意をしていた。幕府首脳部はこの法を得て愕然とした。これにどう処置するか議論は容易に決しなかった。老中安倍政宏は徳川斉昭に対策意見を尋ねたが、斉昭は今となっては打ち払ってよいともばかり言えない。異国船騒ぎが長引くと自然と国内でも種々の事件が起こるであろう。ともかく多くの人々と相談して決定するより仕方がないだろうと答え、良策はあるはずはなかった。6日、ミシシッピー艦はさらに内海まで進み、測量方々デモンストレーションを行ったということです。1853年の7月8日に黒船が4隻来たと。で、アメリカ大統領の国書を持ってきてんで受け取れと言ってきたと。でも、強硬だったと。話す余地はなしと。いうことですね。で、幕府の、この頃の幕府の、まあ、実権は、老中安倍政宏ですね、前回ご説明した。まあ、徳川斉昭に尋ねたけど、打ち払うわけにもいかないから、相談しようということになります。で、続きです。国書の授受。結局、退去させるだけの実力のない幕府にとっては、ペリーの要求を入れるほか方法はなかった。幕府は久里浜で、米国国書を受領することとなり、6月9日をその日と決めた。この日、ペリーに従って、水兵、海兵隊、軍楽隊ら300人が上陸した。作成花からは、ペリーの出発を知らせる13発の大砲が発射された。周辺を警衛する日本兵について、ペリー提督日本遠征記は次のように記している。こっからペリーの日本遠征記からの引用です。日本人の総員は非常な数で、浦賀奉行はその数を5000人と言っていたが、それよりもはるかに多いようであった。彼らは海岸一帯をめぐって整列し、はるか村の外れから始まって北側の道湾に隠している他の険しい坂までも達していた。一方、背後に張られている幕の影や後には無数の兵士がたむろしていた。日本軍の秩序はだらしがないので、大して立派に調練されているものとは思われなかった。兵士たちは相当よく武装し、身ごろえをしていた。その制服は普通の日本服と甚だよく似ていた。武器は剣、槍および火縄銃であった。前列は全部歩兵、異種および槍持ちであったが、その後にやや離れてちょうど5詰めでもしているように、大部隊の騎兵がいるのも見えた。その馬は立派に飼育されたもので、強健で体力があり、行動も活発なようであった。土屋隆夫、玉木はじめ氏役による以下も同じ。ということです。ペリー提督日本遠征記って本があるんですね。これ、最近出たんですね、また。完全版が。で、私も買いまして、角川ソフィア文庫からですね、上下巻で。ペリー提督日本遠征記っていうのが出てます。宮崎俊子さんというか、久子さんっていうんですか、わかんないですけど、という方が訳してます。まあ、私上巻買ったんですけど、上巻を読んだらまだなんか日本に来てないみたいな感じでしたね残念ながら、まあ最後の14章ぐらいでようやく日本に来ると。最初の方はもうほとんど1章から13章ぐらいはですね、琉球に行ったとかですね、そんな話ばっかでね。まあ多分そこも読めば面白いんでしょうけど、また読んで、ご紹介したいと思いますけども、ということです。まあ今文庫でも、明治維新をどう外国人が見たかっていう文献がですね、まあ岩波にはたくさん入ってるんですけど、普通の角川文庫とかでも、たくさん出てます。まあ歴史的資料はどんどん翻訳されて、出てくると思うんで、まあ明治維新の研究ってどのぐらい進んでるんだかよくわかんないんですけども、外国人の書いたやつどんどん訳してですね、読めるようになっていくと、実際どうだったのかっていうのはですね、これからさらに研究されるんだと思うんですけどね。まあ僕はとりあえず外国の資料とか外国人がどう見たかっていうのをなるべくできれば紹介したいなと思っております。
鈴木です。国書の授受儀式は久里浜海岸に急増された応接所でペリーと浦賀奉行戸田氏秀同井戸岩見の神広見氏との間に厳粛な雰囲気の中で簡単に行われた。国書というのはアメリカ大統領フィルモーアにより日本皇帝陛下過去将軍過去年宛ての手紙であり、この他にペリー提督の信任状及びペリーから将軍に宛てた2通の信書も同時に日本側に渡された。大統領の手紙はかなり長文のものであるが、要するに世が強力なる艦隊をもってペリー提督を派遣し、陛下の有名なる江戸市を訪問せしめたる唯一の目的は次のことし、すなわち友好、通商、石炭と食料の供給及び我が南波民の保護、これなりと記されてあった。ペリー艦隊はその3日後には江戸湾を退去した。直ちに幕府の即答を得ることは困難であると考え、一時中国方面に向かい、来春に再び来航して回答を得ようとしたのである。こうして束の間であるが、緊迫した空気が和らいだ。そこで次のような強化も作られた。アメリカが早く帰ってよかったね。また来るまでは少しの間。ペリー艦隊を迎えて、いつ戦闘開始となるかもしれないというので、江戸市民の疎開騒ぎも見られた。しかし一般庶民の中には、わざわざ船を仕立てて黒船見物に出かける者もあった。武士たちは海岸警備に退去を動員された。そこでこんな川柳も現れた。甲冑は異国の陰で土用干し。ブグバグやワタンド、過去アメリカ、過去年アメリカ様とそっといい。ずっと使ってなかった鎧を干したってことですね。久々に使うから。で、ブグバグ屋が儲かったんですね。急に発注が来て、アメリカ様って呼んじゃったっていうことですね。続きです。アメリカ大統領は、通称石炭、食料の供給、南波民の保護、頼みに来たってことですね。続きです。日本遠征までの行きさつ。さてペリー艦隊はこの時突如として浦賀沖に現れたのではなかった。この艦隊の日本遠征はかなり周到な準備のもとに行われたのであり、しかもこの艦隊来航の方はオランダを通して幕府に一応報告されていた。アメリカ政府は国内諸方面からの県日施設派遣の要望の声に動かされ、海軍大将ジョン・オーリックを東インド艦隊司令長官に任命し、日本遠征に当たらせることとした。オーリックは機関サクスエハナに乗り、プリマス艦サラトガ艦を率いて、嘉永4年5月9日、1851年6月8日、アメリカ東海岸の基地を出発した。しかし間もなくオーリック司令官とサクスエハナ艦長の間に感情的なトラブルが起こり、このためアメリカ政府は司令官の交代を行うことになった。翌年の初め、オーリックは香港に到着し、直ちに日本遠征に出発しようとしたところ、本国から免職の訓令が到着し、遠征は中止となった。嘉永5年、うる2月4日、1850年3月24日、ペリーが東インド艦隊司令長官に任せられ、県日特派施設として日本遠征を命ぜられた。ペリーはオーリックよりも先輩で、メキシコとの戦争の際にはペリーが艦隊司令官、オーリックが次席司令官であり、ペリーはアメリカ有数の指揮権の高い人物とされていた。かくてペリーは日本遠征の準備に取り掛かり、日本に関する種々な文献を集めたり、多くの人々から日本に関する情報を得たりして計画を練った。彼は目的達成はかなり困難なことであることを十分承知していた。したがってアメリカ政府も通信交通の不便であることも考慮して、ペリーに対して外交上軍事上の上で異例とも言うべき広範な自由裁量権を与えた。ペリーは最初12隻の大艦隊を編成して遠征することを考えていた。しかし艦船の修理で思うようにはならず、嘉永5年10月13日1852年12月24日ミシシッピ艦に乗ってノーフォーク港を出発、希望法シンガポールを経て嘉永6年2月29日4月7日今年香港に到着した。ついで上海に至り、そこから日本に至る予定だったが、途中ペリーはまず琉球に立ち寄った。そこで彼は200人以上の海兵隊を率いて首里の王宮を訪問し、
琉球政府首脳と公式に会見して就航の希望を述べた。さらにペリーはサクスエハナ・サラトガ2艦を率いて小笠原諸島に向かい、5月8日父島の二見港（括弧ポートロイド）に入港した。ここで同地に住んでいたアメリカ人ナザニエル・サボリから約165エーカーの土地を購入し、倉庫貯炭所って石炭を蓄えるとこですね、貯炭所を建設する敷地とした。小笠原諸島についてもペリーも主権は疑いもなく、当諸島の最も早き占有者として知られている日本に属するものであると言っているが、しかしこの権利を別にすれば法律上の優先権は原住民に属することは問題なしとしている。サボリらは数年前にこの地に移住して開拓してきた。日本では普通無人島（括弧無人というのは部人島が転化して、外国人は母人島と呼んだ過去と言っており、日本人による開拓はほとんど行われていなかったということです。まあペリーはまあいろいろな人事があってペリーにお恥が回ってきたんですね。で最初に琉球に来たと。でこれペリー遠征日本遠征記にもでなんか琉球の話がなかなか上巻に書いてありますけども、この時来て測量してったんですね、なんかいろいろね。その時測量したのを使って第二次大戦の時沖縄上陸戦をやったっていう有名な話がありますけども、まあ200人以上海兵隊を引き連れて沖縄に上陸したんですね。その後父島ですね、小笠原諸島に行ったと。ここにアメリカ人が住んでたんですね。無主物戦線って言葉がありまして、誰も住んでなきゃ最初に見つけた国のもんなんですけど、まあ小笠原諸島は日本人が最初に占有してるから日本人に属するもんだと確認してるそうです。まあ一応まあ法律上の優先権は原住民、まあ住んでる人が使っていい、でもまあ属してるのは日本ということですね。ということで確認して、でまあはなんか測量とかしてったってことですね。ペリーは同島の調査を行った後再び琉球に戻った。琉球ではその間政変があったが、ペリーは新艦の大艦を機関に招いて宴会を開き、琉球基地艦の布石を行って撃った。こうして日本訪問の準備を完了したが、ここで編成された艦団はすでに述べた4隻であった。ペリーとしては不本意であったが、それでも任務達成には十分であろうと考え、5月26日、目的地日本に向けて出航したのであった。ということです。続いて、オランダの勧告。アメリカ政府が日本に遠征艦隊を派遣する計画を立てつつあることは、すでに早くから各国に知れ渡っていた。したがって、嘉永3年、1850年には、オランダ商館長から長崎奉行へその噂が伝えられ、翌4年には同じく商館長から、アメリカがメキシコとの戦争の結果獲得したカリフォルニアで金鉱が発見されたことや、パナマ地峡鉄道開通のニュースも報知されたということです。まあ、オランダ商館長長崎のから長崎奉行にアメリカが来ますよと。アメリカとメキシコは戦争して東海岸、西海岸までアメリカが行ったと。で、パナマ運河がなかったんで、パナマのところに鉄道がかかってるんですね。この鉄道後で日本人がアメリカ見に行った時、確か、そこで電車に乗ってびっくりしてるっていう話が後で出てきますけども、まあパナマに鉄道が開通したと。この頃そんな話もまあオランダから聞いてんですね。オランダがまあニュース最新ニュースをいつも伝えてくれてたと。だから、鎖国はしてたけど、情報的にはしてたんですね。ただ、アメリカが来るって言われたって、どうしたらいいか分かんなかったんですね、これね。続きです。嘉永5年、いよいよオーリックのを特派施設に任命すると、アメリカ政府は公式にオランダ政府にこれを通告し、在日長崎オランダ商館長に適当な援助を与えられるように訓令されたいと要望した。オランダ政府は嘉永5年6月、新館長ドンケル・クルチュースを日本に派遣し、オランダ東インド総督の公文書を提出した。商館長は、この公文書は日本のために大切な事柄であるから黙っているわけにはいかないので、
オランダ国王、過去ウィリアム3世、過去ドジの命令によって長崎奉行に提出するものであると述べた。その内容はアメリカ艦隊の来航を予報し、これとの衝突を避けるために日本の対外政策の変更を進めたものである。この時にはまた風説書きも提出された。風説書きというのは世界の情勢の変化等を幕府に知らせるもので、ほぼ毎年提出された。この開英5年1852年過去年のものにはアメリカ施設派遣の計画が進んでおり、初めはオーリックが、続いてペリーがこれに任せられ、軍艦陸戦隊の用意もしているとあった。ついでにオランダ商館長から長崎奉行に対して日蘭通商条約案も提出された。オランダ側としてはまずこのような条約を結んでおけばアメリカとの衝突が避けられるのではないかと考えての措置だった。この案は全く暫定的なもので、海航上を長崎一行に限ること、海上貿易を行うことなどを述べ、外国管理の長崎駐在などを規定したものである。なおこの案にはすでに治外法権、最恵国約款の条項も見えている。すなわち5法、過去日本の法律を犯し候外国人はその国、各オランダの支配にて使用禁止いたすべきことである。また日本がオランダ以外の他の国と新しい内容を持つ条約を結んだ場合、それは自動的にもオランダ人にも禁転するというのが最恵国約款であるということです。で、オランダが、オランダ国王の、国書を持って、アメリカ艦隊は武力を持ってくるんで、対外政策変えるしかないんじゃないんですかと言ってきたということですね。で、先に日本とオランダの間に通商条約を結びませんかと、通商条約案を持ってきたってことですね。一応、長崎一港にだけの開港にしといて、治外法権、まあ、オランダの法律で、オランダ人は裁くこと、あと最恵国約款、これはオランダが最恵国、一番条件のいい条約を結ぶってことですね。条約を結ぶから、もっといい条件でアメリカと通商条約を結んだ場合は、その内容は自動的にオランダとにも適用されると、アップデートされるっていう最恵国約款というのを条項を入れた条約案を、まあ、ちゃっかり出してきたってことですね。で、続きです。これらの書類は幕府に送られ、長崎奉行は安倍政宏に対し、オランダ商館長は貪欲なものである、アメリカからの交易のことを交渉しても幕府はもともと通商のない国であるから許可しないであろうと考え、そこでかえって日本の産物を多く受け取り、これはアメリカに渡すつもりであろう、アメリカに対しては以後トライしないように取り計らう考えだろうと上申しているが、これはオランダに対する武国と言える。同時に当時唯一の外交当局者長崎奉行がいかに諸情勢にいくらかったかを物語っている。長崎奉行はですね、オランダが勝手な条約案を持ってきて、もうなんか欲深いと、でアメリカが来たって攻撃する気なんかないんだから、こんな条約も持ってくるってことは、まあ、なんていうか、仲介貿易しようとしてんだと。自分のとこがいっぱい貿易して、それをまたアメリカに転売するつもりなんじゃないかとか、まあそんな報告をしたってことですね。でも、この長崎の外交当局者、唯一の外交当局者である長崎奉行が、世情に疎かったと。だから、全然、このオランダの持ってきた日蘭通商条約案の意味はよく分からなかったってことですね。で、続きです。このような上申もあったので、幕府の方針はオランダ通報や条約案について何ら考慮しないことに決した。しかし安倍政宏にとってはどうもオランダからの報告は嘘ではないように思われた。アメリカ艦隊の退去来週を思うと憂心は嫌ますばかりである。このため政宏は徳川斉昭や筑前過去福岡藩藩主黒田斉昭などに沿岸警備、沿海警備に当たっている大名には、だから薩摩の徳川斉昭ですね、と福岡の黒田斉昭など沿海警備に当たっている大名には内々風説書だけは示した、しかし対策は立てようもないということです。海沿いの九州の大名にはですね、
藩主には、一応、オランダの風雪書きのコピーを渡して、こんなことになってんのって教えてあげてたってことですね。まあ、だから、外国情報は、幕府が長崎奉行として一括して扱ってたということなんですね。続きです。しかし、対策は立てようもない。一旦、オランダからの申し出も、どこまで信用できるかわからない。一体オランダからの申し出もどこまで信用できるかわからない。浦賀奉行へも特別な指令をしなかった。嘉永5年、1852年が暮れ。嘉永6年になり、4月5月を過ぎてもアメリカ艦隊は現れない。オランダ商館長の威嚇かもしれないなどと考えていた矢先、6月ペリー艦隊の出現となり大慌てということになったのである。浦賀奉行、戸田宇治秀は前々から情報を知らされていたならば後手後手になってアメリカ側の要求に無駄無駄従うこともなかったのに得やすがっているが、これは幕府の秘密主義の結果であるとも言えるし、また多分に安倍政宏の性格に由来するものと言えるということです。まあ、先にアメリカが来るって各沿岸の奉行にちゃんと連絡しとけばいきなり来られて慌てふためくこともなかったのに、安倍政宏が秘密主義で情報を開示しなかったおかげで黒船が来たって大騒ぎしちゃった、みっともなかったと。何度も何度もオランダが来るぞ来るぞって言って親切心から言ってくれてんのに、オランダの情報を信用しなかったってことですね。続きです。対策の立たぬ幕府。ペリー艦隊が退去した後、老中安倍政宏は諮問政策を開始した。7月1日には、まず広く諸大名にアメリカの国書を示して、その要求を入れるかどうか、たとえ幕府の意味嫌うような意見でもよいから、思う存分なことを述べるようにと対策意見を求めた。ついでに幕府の役人や諸藩士内者一般の者でも良い考えがあれば、これを申し出るようにと告げた。このような幕府の態度の変化は、普通幕府の独裁性が破れ始めたというふうに表現されている。確かにこれまで戸様大名やそれ以下の人々が幕府の政策に対して政治的な発言をすることは許されなかったのだから、それが許されるようになったということは独裁性の破綻と言えないことはない。その後もこのような諮問は事件の起きるに従ってしばしば行われ、こうして諸子王義、仕官しないような人々までが様々な政治的意見を欲しいままに議論することが始まった。だがしかし諮問はあくまでも意見を聞く、参考にするという程度であって、あまり解明政策として評価しすぎてはならないであろう。諸大名や幕臣は続々と答申書を提出した。大名だけでも約250名が意見を述べており、幕臣ら答申約450、計700近い、書類を前にして老中らもいささか驚いたのではなかろうか。対策がないんで幕府は皆さんから意見を集めますと、ツイッターでお待ちしてますみたいな感じでツイートしてくださいみたいな感じで集めたんですね。今まではこんなこと政治的な発言して集めるなんてことはなかったけど、アメリカがこういうこと言ってるって国書を示してですね、意見募集してますってやったってことですね。そのぐらい幕府は何もなかったんですね、対策が。で、独裁制の破綻の始まりだってことですね。そうですね。で、みんなから意見を集めてもまあろくな意見が出てこないってことですね、これね。みんなから意見聞いたってろくな意見出てこないですけどね、普通ね。続きです。諸大名や幕臣はがどんどん答申書を提出したぞ。で、さて答申書の内容はどうであろうか。別に考えはないと答えになってないものがかなり多い。次に別に考えはないとよくわかりませんと、アンケートではよくわかりませんみたいなのもほとんどだったと。次に断固要求を拒否すべしという議論が見られる。例えば長州藩主毛利義親、越前藩主松平義長のごときがそれである。さらに断然拒絶すべきであるが、さりとて外国に対抗するだけの軍備が整っていないのでなるべく回答しないで時間を引き延ばすのが良いとか、あるいは条件付きでひとまずアメリカの要求を入れるのも仕方なかろうという人々が大多数であった。祖法である鎖国を守りたいが、しかし攘夷を実行するだけの準備はできていないというのがこうした答申をした人たちの気持ちだった。幕吏の、まあ、幕府の役人の大多数もやはり要求は許可しない方が良いと言いながら、またさりとて勝利をはおぼつかないから年限を限って交易を許すのもやむを得ないと言っている。しかし中には比較的はっきり交易許可意見を述べているものもある。また小武神勝林太郎、これ勝海舟ですね、勝海舟は人材を登用すること、交易の利益でもって武備を整え、大船を作って海外に出
本エキスべしなどと言ってるが、オーグの答申書の中では最も時勢の動きを見通しての意見と言える。まあほとんどの人は先延ばしにしろと、まあ断固要求を拒否すべきだって、長州藩や越前藩、まあ越前というのは福井ですね、は言ってると。だけど戦争しても勝てないだろうから引き延ばそうと、とりあえずということ言ったと。でもう勝海舟はもうこの頃、貿易して武備を整えて外国とどんどん付き合おうって、まあもう見抜いてた意見もあったと。続きです。特に傑作と言うべきもので、老中らも苦笑したであろうと思われる陳海答案は、江戸新吉原の遊女や主人藤吉42歳の願書である。何気なく漁業している様子で異国船に近寄り、鶏や焚き木や水やその他外国人の望む漆器とか絵画をなど送って仲良しのようになり、だんだん打ちくつろぎ、そのうち外国船に乗り込み酒盛りなどし始める。そうこうしている間に酒に酔ったふりをして、まず日本人同士で喧嘩を始める。そうすると外国人も口を出し手を出すようになるだろう。それを合図に軍艦の火薬庫に火をつけ、またマグロ包丁で片っ端から外国人を切り捨てる。成功は間違いなしですと述べ、願書とあるだけに最後に次のような許可願いをつけることを忘れていない。もし成功したならば特別な褒美として吉原藩主のために、以後吉原町の一角の四方門の通用及び山や堀脇などの船宿経由を免許してほしい、ということですね。何ですかね、ある風俗店チェーン店のオーナーがですね願書アイデアを持ってきたってことですね。船に乗って酒盛りして、わざと喧嘩を始めてマグロ包丁で、ペリーを刺せばいいっていう、これなら大丈夫ですって言って、もし成功した暁には風営法をもうちょっと緩めてくださいみたいな、そういうこと言ってたっていうことですね。続きです。安倍政宏は南極の当面にして、南極に当面して江戸の徳川斉昭を幕政参与に正式に起用した。斉昭は前にも述べたように攘夷論者の親玉のように考えられていた。また諸大名の中からもかなり彼の起用説が出ていた。歯に息抜きせずずけずけと言いたいことを言う斉昭には審判の尾張過去名古屋藩主徳川義組、や越前藩主松平義長のほか、戸様薩摩藩の島津斉昭、宇和島藩の伊達宗成の方から接近していた。彼らは斉昭を通して自分たちの意見を幕政に反映させようと考えていたのである。諸大名たちの意見を聞いたり、徳川斉昭を起用してみても明暗はあるはずはなかった。たまたま12代将軍家慶は6月22日病死し、江戸城内混乱していた。ペリー来航後約1ヶ月後、はっきりした対策も持たず右往左往している折から、7月12日にはロシア艦隊4隻が長崎に入港した。司令官海軍中将プチャーチンは長崎奉行と会見して、アメリカの特使とほぼ同じ条件を幕府に要求する意思のあることを伝えた。ロシアは当時アムール川黒竜江流域の方面の経営に力を入れ始めていたが、アメリカの特使派遣を聞き遅れてはならずとプチャーチンを特派したのであった。江戸に急報は江戸に飛び、幕府はまた難問を抱えた。中央から交渉員として大目付閣西丸留守井筒井正成、勘定奉行川路利明が派遣されることとなったが、徳川斉昭は岩越しの安倍政宏を激励し、11月1日には海防大号令を発布させた。しかしそれも万一戦争にでもなれば大いに奮発せよという漠然たるもので、実際には何の役にも立たぬものであった。ロシア施設との交渉に明け暮れているうちに、幕府は早くもペリー艦隊の再興を迎えなければならなかったということです。まあ安倍政宏はこれは困ったと。で、まあ、右翼の大親分、水戸の徳川斉昭を幕政参与に正式に起用して、まあ、攘夷論者なんですね。外国人みんな打ち払え派の人をですね、まあ、顧問にしたと。そしたら、諸大名の中から、まあ、諸大名も、歯に息抜きせず言いたいこと言う斉昭は人気が高かったと。まあ、大奥からは人気がなかったと。けども、政治力があった、声がでかかったってことですね。前回もお話ししましたけど。
徳川斉昭って声が出なかったと。で、他の諸藩の薩摩藩や宇和島藩も斉昭に接近してったと。だけど、明暗が何もないと、いうことですね。なんかかつてのプロ野球の名選手みたいな感じですね。超ボビー。なんか、偉い人なんですけど、監督やらせると何でもないっていうね。声だけでかいみたいな感じですね。そういう人だったんですね、徳川斉昭って人は。そうしたら、ロシア艦隊も4隻長崎に来てしまったと。で、ほぼ同じ条件で、幕府に要求して、海軍中将プチャーチンって人が来たってことですね。このプチャーチンの絵が、もう、ペリーの絵も日本で描いた方がひどいですけどね。まあ、来たということです。で、ここで、一応、筒井正則と川路俊明っていうのが、交渉員として抜擢されると。で、この川路俊明って人は、この後、結構活躍する。活躍するし、結構歴史小説、なんか、吉村明さんとか、この人のこと書いてるらしいですけども。ということです。そんなことをしてるうちに、またペリー艦隊が1年経ってきちゃったということです。とりあえず今日はここまでです。最後まで聞いていただいてありがとうございました。以上です。